はい。今回の動画は iOS13 の新機能をいくつかご紹介します。で、iOS13 は非常にたくさんの新しい機能が追加されたんですけども、この動画では iPhone ユーザーがこれは使っていて非常に便利になったよねっていう新機能をいくつかかいつまんでご紹介したいと思います。それではまず一つ目なんですけども、今回の iOS の新機能に一番目玉ですね、ダークモードというのが追加されました。で、その設定方法なんですけども、まずは設定の画面を開きます。 で次にこの中の画面表示と明るさというところをタップしてください。はい。そうすると、ここにライト、ダークっていう二つのモードがありますので、ライトの方は今まで通りの感じですね。で、ダークの方に切り替えると、今これ画面が暗くなりましたけども、全体的にこの画面が黒いですね、背景になります。 で、あとその下に自動っていうところがあるんですけども、こちらをタップをすると、ここの下のところのオプションっていうところで、今これ日の入りまでライトっていうふうになってますけども、まあ、例えばこのカスタムスケジュールっていうところをやると、まあ、自分でライトからダークに切り替わる時間とかっていうのを細かく設定することもできます。 では次に、これも非常に便利な機能なんですけども、文字を入力をする時のカーソルの移動ですね。今まではこの下のキーボードのところを長押ししてこう動かしたりだとか、ちょっといろいろ面倒くさい作業があったんですけども、非常にこれが簡単になりました。 で、そのやり方なんですけども、今この画面の上の検索バヌのところにカーソルがあると思うんですけども、そこのカーソルのところに指を持ってって動かします。ちょっと画面上だとね、わかりづらいかもしれないですけども、カーソルのところで指を動かすだけで、自分の好きな位置にこのカーソルを持っていくことができるようになりました。はい。では次に Wi-Fi の設定なんですけども、今までは設定アプリのところから変更する必要があったんですけども、コントロールセンターから簡単に設定ができるようになりました。 でではままずコンントローールセンターの方ですす。ね。そちらを開きますで次にこの左上の方にあるこの w i f i のマークが入っているところです、ね、ここの辺りを指で長押しをしてください,、はい。そうするとこういった形で画面が大きくなりますのでこの w i f i のマークのところですね。ここをもう一度長押しをすると今 iPhone の方で受信している w i f i の一覧が出てきますのでここからこの w i f i の切り替えができるようになりました。 はい、では次にバッテリーの劣化を遅くする設定も新しく追加されたんですけどもその設定方法なんですけどもまずは設定の画面を開きますで次にちょっと画面を下に下がってもらうとバッテリーという項目がありますのでこちらをタップしてください はい。そうすると、この中にバッテリーの状態っていうところがありますんで、こちらをタップをしてもらって、この一番下のところですね、最適化されたバッテリー充電ということで、これ標準の状態でオンになっているようなんですけども、その下にも書いてありますけども、バッテリーの劣化を軽減するため、あなたが毎日どのように iPhone の充電をしているかを学習し、次に iPhone を使い始める直前まで80%を超える充電を保留しますということで、バッテリーの充電っていうのは毎回毎回100%まで充電していると、どうしても劣化の方が早くなってしまいますんで、 こちらの機能をオンにしておくとそのご自身が使っている iPhone の状況をですね iPhone の方が学習してですね最適な状態に充電してくれるというような機能なので基本はオンのままにしておいてもらえるといいと思いますで次に小データモードというのも追加されたんですけどもこれも同じく設定の画面からモバイル通信というところをタップしてくださいで次に通信のオプションというところをタップをします そうすると、この一番下のところですね、小データモードということで、これは標準の状態だとオフになっているようなんですけども、こちらをオンにするとデータの通信量を抑えたモードになるということですね。で、最後に、これは細かいところなんですけども、今までこの iPhone の音量を切り替えるときっていうのは、画面の真ん中にこの音量のマークが出てきたと思うんですけども、こちらを押すと、この左側から出てきて、この左側にこの音量が入るようになって、この画面を、ね、妨げにならないという形に切り替わりましたんで、これもね、まあ、便利になった一つかなと思います。 はい。といったことで iOS13 の新機能をいくつかご紹介してきましたけども、こういった大型のアップデートっていうのはどうしてもね、しばらく不具合が起こったりとかすることも多いですけども、いち早く新しい OS 使ってみたいという方はアップデートしてもらえるといいかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。